の甲が6月12日に発売するナインスシングル「君という奇跡」のリード曲が5月23日からスタートする自身の主演ドラマ MBS ドラマ特区「過保護な若旦那様の甘やかし婚」のエンディング主題歌に決定した。リード曲「君という奇跡」は高野甲がドラマのための描き下ろした楽曲で、大切な君と出会えた奇跡を歌ったハッピーで爽やかなラブソングとなっている。高野甲コメントソロ活動初の主題歌、とても光栄です。明るくて耳に残るけどおしゃれなメロディとリズムで彩られた幸福度の高いラブソングが完成しました。ドラマもたくさんの方に見ていただきたいので、主題歌と一緒に盛り上がって少しでも貢献できたら嬉しいです。ナインスシングル君という奇跡2024年6月12日発売、 SGDVD スマプラ対応 A 版、ジャケジャケ祭品番 ABCD-61438 ブパス4988億646万1430、250、税抜き、1375、税込み。収録内容、CD1、君という奇跡、高野甲主演ドラマ MBS ドラマ特区、過保護な若旦那様の甘やかし婚エンディング主題歌に、UFO さん、ワンダフルワールド4、君という奇跡、インストゥルメンタルに、UFO、インストゥルメンタルさん、ワンダフルワールド、インストゥルメンタル初回特典、封入、トレーディングカード、C1 バージョン5種類中1種ランダム封入、MBS ドラマ特区、過保護な若旦那様の甘やかし婚出演、高野甲井頭愛会、大平撮影、上一五東大、池田氷馬、スーパードラゴン松尾隆史小林彩子、大和田信也、特別出演監督、三木浩一郎桑島健二脚本、三木浩一郎音楽、小山恵里奈制作プロダクション、ザワン、制作、過保護な若旦那様の甘やかし婚制作委員会、MBS 放送情報ドラマ特区、過保護な若旦那様の甘やかし婚2024年5月23日、木曜日初回放送スタート。 MBS 5月23日、木曜日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川5月23日木曜日より毎週木曜23時30分、千葉テレビ5月24日金曜日より毎週金曜23時テレビ、埼玉5月29日水曜日より毎週水曜24時、栃木テレビ5月30日木曜日より毎週木曜22時30分、群馬テレビ5月30日木曜日より毎週木曜23時30分。公式 https://www.mbs.jp/kahogo